あのやっぱり日々の相談を受けたり、まあ、事件を受けたりするときに、やっぱりもうちょっと杉並区が、もっと寄り添って制度を作っていればとか、あるいは例えば他の自治体だったら家賃補助があるだとか、そういうところが例えば杉並区はないと。で、例えば家賃が払えなくて追い出された方がいる、まあ、あるいは、まあ、例えば今のは例えですけれども、そういうやっぱり日々もう少し政治が寄り添っていればとか、杉並区がこの人に経済的な支援をしていればと、であればその人はもう助かっていたはずだ、あるいは杉並区が私の弁護士のところに来てないんだということがやっぱり多々あったので、まあ、やっぱり政治を変えなければ皆さんの生活守れないと、抜本的なところが変えられないという意識はそれはずっと持ってはいたんですね、この弁護士をやってる間ですね。で、そうは思いながらも私もそれはもちろん政治分野で大切なことなんですけれども、私の役割は一人一人でもできるだけ寄り添って助けていくということを、まあ、やりがいとして弁護士をやってたわけなんですが、一番大きなきっかけというのは去年ですね、高円寺小中一貫校の建設の問題というのがあって、私もその計画は前々から知ってたんですね。まあ、つまり簡単に言うと、環七沿いに今高円寺中学校っていうのが建ってるんですけれども、その高円寺中学校の敷地に新しく校舎を建てて、でしかもでかい30メートルの高さがある巨大な校舎を建てて、その中に近隣の杉並第4小学校と杉並第8小学校を一緒に統合すると、で杉四杉八は壊しちゃうという計画が進んでました。でやっぱり環七沿いですし、でしかも中央線が走ってるそばなんですね。だから騒音はすごい、で大気汚染もすごい、でやっぱりすごく危険なわけですね。なのでやっぱり子どもたちをそこに通わせるのはどうなんだっていうそもそも の話もありましたし、でかつすごい校舎がでかくて、しかも南側に立っているので、すごい日が当たらないわけですね。でしかも運動場校庭はめちゃくちゃ狭いということで、やっぱり子どものことをやっぱ考えてないんじゃないかということで、近隣住民の方々がその計画を知った時に声を上げて、これはやめてほしいという声をたくさんの方が上げたんですけれども、結局杉並区はそれをそのまま計画を進めていって、もう決まったことですということで、一回も振り返ろうとも修正しようともしなかった。当然ですけれども、これはもう誰だってそうだと思いますけれども、怒るわけですよ。やっぱり工事が実際始まって、工事をできれば止めたい、で、まあ、止めるといったってそんな強引な方法じゃなくて、業者の方々がその門に近づいてきたら、業者の方々に話しかけて、お願いですから杉並区と話をしてから工事してくれませんかと、私たちがまだ話し合いの途中なので、ぜひとも話をしてから工事をしてほしいというようなお願いをですね、毎日門の前に立ってやってらっしゃったんですね。まあ、そうするといきなりその業者の方々から訴えられたと、まあ、要は工事妨害するなっていう内容で訴えられたんですね。仮処分の申し立てをされて、でそれが、まあ、それを私が聞いて、で結局その住民の方々の代理人になったんですけれども、まあ、そこで当然もともとこの問題は計画は問題があるというのはもちろん知ってましたけれども、やっぱり代理人になってより事件の真相というか詳しい事情を聞くわけですね。そうするともうとにかく今までの過程の中でどこにも近隣住民の方々が声を上げてその計画を修正させるとかストップさせるという機会がなかった、ノーチャンスだったっていうのが実態だったんですね。もうずっと区が要は自分たちが選んだ方々を、まあ、集めて準備会とか懇談会とかをやって、で結局その中で結論ありきで進めていったものを最終的に要は説明会で説明するわけですね。でその時には区民の方々がその時は来たんですけれども、何も知らなかった方々ですね。その時に反対の声が上がったけれども、まあ、先ほど申し上げた通り計画も決まってるから何も修正できませんということで、もし今まで区民の人たちが近隣住民の方々が止めるチャンスがあったけどもそれを逃したとか声を上げなかったとかいう話だったら、まあ100本も1000本も譲ってありえなくはないかもしれませんけれども、やっぱりどう見ても一回も皆さんの声を聞くことがなかったし止めるチャンスもなかった。でしかもそれでやっと声を上げ始めたところをいきなり訴えられるっていう、そういう状況が僕は本当に異常だと思ってですね、どれだけやっぱり杉並区が今区民の声を聞こうとしないかということを実感して、やっぱりショックを受けました。率直にこれは弁護士として民主主義だと言われている国の中で住民自治だっていうことが保障されている中でこんなことが行われているということに単純にやっぱショックを受けましたね。でショックを受けて、まあ、その裁判の手続きの中で裁判所は正直
工事妨害があったかしか見ないんですね。残念ながら政治性 の, あの深いところに立ち寄らないというのが基本的な裁判所のスタイルなので、あのなのでこちらはあの今回の計画の是非と計画の進め方があまりにもおろそかだと、区民の声を無視しているというのを私は書面でだいぶ力をかけて書いたんですけども、まあ、正直言って裁判所はそんな読まないなとは思ったんですが、是非ともこの高円寺の問題を杉並区民の皆さんにやっぱ知ってもらいたいと、あのもちろんいろんなビラを皆さん作ったりとかですね、そういうことは今までやってらっしゃったんですけども、なんか全てのこの高円寺問題をこれを読めばこう全貌がわかるみたいなものがなかったので、まあ、だったら私の方でその裁判書面として作ってこれを皆さんに見せたいという気持ちで結構力を入れて書いたんですね。そうするとあの杉並区 その区民の皆さんがあのこれはちょっとみんなに見せたいと言っていろいろ増刷をして皆さんに配っていただいたんですけれども、それであの高円寺の方々じゃない人たちも高円寺小中一貫校の問題を知って、でいかに計画を区民の声聞かないで進めていくかっていうのを皆さんがそれで知ったんですね。そうするとあちこちからいろんな声が集まってきて、うちもなんだと、例えばアンサンブル荻窪が潰されたっていう方々で、児童館通ってたけど潰されたっていう方々もそうですし、あるいは久我山の東原公園とか、あの下井草の向井公園、あるいは成田西児童館とか和田森児童館だとか、あるいはまあそういったですね、児童館潰されちゃったところとか、あるいは科学館が潰されちゃったところとか、みんな同じ手口なんですよね。あの結局あの杉並区からこうしますと、これは潰しますと言われて、でお願いだからやめてほしいと言ったって、全然杉並区がじゃあ代替案としてこうしましょうかとか、じゃあ皆さんの声を聞いてそこの部分はじゃあ皆さんの不都合がないようにこう修正しますとかいうことがなく、もう決まったあとはもう決まったことだから何も言わないでくださいというのが常套手段というか、同じ手段使われているということを知って、ああもうこれは本当杉並区もう今大きな闇を抱えているというか、これはやっぱ区民の声を聞くような政治に変えていかなきゃいけないなというふうに確信したのが、まあ本当に去年の話でした。まあその時はまだ区長選挙っていうのを出るとまでは考えてはいないですけれども、まあ、正直もともとふつふつとやっぱ政治変えなきゃいけないなと思ってたものが、あの本当にこれはあのやっぱ変えないと止められない、なかなか弁護士としてそれまでもやりがいを持ってはやってましたけれども、結局工事妨害だったからあなたたちは負けですっていうふうな決定が出ちゃって、ちょっと弁護士 あのなかなか、まあ、限界って言ったらあれですけれども、やっぱ政治の分野の方が皆さんのために政治の仕事ができるんじゃないかなというふうに思って、まあ、区長選挙、まあ、つながる会杉並というそういう会が立ち上がって、そこから要請を受けたというのもありましたので、まあ、出ることにしたということです。なのでもう一つ目の政策は私の立候補の一番大きいところと全く同じになっちゃうんですけれども、やっぱり区民の声を聞いて、それをその聞いた声を政治に反映させるというところが一つの政策ですね。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、その当たり前にできてないからこその一つの政策になってしまうんですけれども、あのまあ具体的にはまあ、そもそも施設の再編計画ですね。どんどん区立の施設を統合配合していって減らしていくというところ、まあ、そこをストップしてまず一回見直すと、まあ、もちろんすでに例えば小中一貫校が建っているだとか、あるいは児童館が潰れました、それ自体をなんか元に戻すっていうのがなかなか難しい時もあるかもしれません。ですけれども一回立ち止まって、じゃあそれをあのそれによって被害を受けられた方、あの苦しんでらっしゃる方、あの他に思ってらっしゃる方が、あのそれが緩和できるように代替案があるんであれば代替案をする、まあ、例えば東原公園、向井公園なんかに関しては公園の半分とかがまあ保育園になっちゃってるわけですけれども、その代替地を杉並区はちゃんと作ると、代替公園をちゃんと作るって言ったにもかかわらず、ちゃんとした代替公園ではないんですね。だから誰も遊んでないんですけれども、であればしっかりした公園を作ると、まあ、保育園を潰すっていうのはなかなか難しい問題ですから、しっかりした代替公園を作るだとか、あとあるいは児童館が壊されたところなんかに関しては、まあ、そこの児童館がもうないんであれば新しくまた児童館を作るだとか、まあ、そういったことも、まあ、もちろん今建ってる建物を児童館にするだとか、まあ、そういうことを考えていくっていうのはあります。あともう一つは、あのこれはもう施設再編計画の問題に関わらず、やっぱりもっと区民の声を聞けるそういうシステムを杉並区として準備する必要があるなと思う。
で当たり前ですけど区民の方々皆さんが声を出そうと意見を言うためにはちゃんとした情報が提供されてなきゃいけないのでやっぱり情報をしっかり事前に提供するこういう計画があるんだこういう決まりましたっていうからじゃなくてやっぱり決まる前からこういう政策を考えてるこういう計画を考えてるけどどうなんでしょうという案を出していく知らしていくでそれで皆さんの意見を聞く場所今やっぱほとんどないですからパブコメなんて形だけですからやっぱりそれをタウンミーティングだったり懇談会とか、まあ、名前は何でもいいですけれどもやっぱり市民の方々区民の方々とその場で実際に集まってお話を直接聞いてっていう場所をやっぱり作るあるいはまあ区長に会いに来てもらうでもいいんですよね会えるような、うん、そういう区役所の構造とかにすればそれもそれで面白いなと思いますしあるいはそうですねで場所をしっかり作るというのが一つありますでさらにもう一つその声をどう政策に反映させるかそれをじゃあ審議する人はどういう人なのかっていうところで言えば例えば区民の方から公募とかでやっぱり無作為とかで入れたりだとかいうことはやっぱり必須なのかなと思いますしそういった今後同じようなやっぱり声を聞かないっていうことがないようにやっぱりそれはシステムというか手続きとして定めることがそれはやっぱり条例だとかですねやっぱりそれを定めることがやっぱ必要なのかなというふうに思いますあとはねやっぱり予算を透明化するとかそういうこともすごく大切だなというふうに思いますし参加型の予算っていう制度ですねそれも必要かなこれ実際ニセコなんかでやってるんですよねだからそういった制度もいいところはいろんなところも取り入れて住民の声聞けるようなシステムをやっぱ作っていきたいなというふうに思ってますもちろんなかなか大変だとは思いますけれども最初はですねただ今もじゃあ形上は確かに田中現職の田中区長に、まあ、ほとんどの議員がついているのは実態ですけれどもじゃあ本当に心から今田中区長の支持をしているかって言ったら私はそうではないと思ってますからそれは自民党だったり公明党だったりもそうですしあるいは立憲民主だとか国民民主の方々もそうですそれはいろんな立場の人で今田中区長に一応ついてるけれども実は心の中ではそういい政策をやってるとは思ってない方々っていうのは実際いるのは間違いないと思いますからやっぱりそういう方々をやっぱり私の政策を訴えてですねでやっぱりこちらについてきてもらうとであとはやっぱり区長としてやっぱ選ばれたんだったらそれが今の区民の声なんだということをその議員たちにもですねちゃんと伝えてでやっぱりそれはもう私についてきてもらうようにっていう政策、まあ、政治を議会運営やってまいりたいと思います。もちろん憲法9条私は少なくともその安倍政権下で その憲法9条の改正は反対はしておりますけれども憲法はもちろん9条だけじゃなく私はむしろ憲法の一番根本的というか大事な条文はやっぱり13条個人の尊重ですねやっぱりそこにあると思いますそのために9条があるだとか、まあ、例えば人権規定表現の自由があるだとか信教の自由があるだとかあるいは財産権があるだとかやっぱりそう思ってますそういう位置づけだと思ってますのでやっぱり私は特に憲法13条は大切にしていきたいと、まあ、具体的にはその13条というのはいろんな人権を含めている規定ですので一概に何かっていう具体的な話も難しいですけれどもやっぱり全員がですね区民の一人一人が全員がやっぱり平等に見てもらって人間として尊重されるとでそれは経済的に困ってらっしゃるかもしれません女性かもしれません障害者かもしれません外国籍の方かもしれません性的マイノリティの方かもしれません本当いろんな属性を皆さんそれぞれ、ね、持ってますからそこで何か嫌な思いをしない差別を受けないっていうそういう自治体を作っていきたいな、まあ、13条を生かすですね自治体を作っていきたいなと思っています。勉強好きでした好きです勉強はいや好きじゃないです全然好きじゃないいや僕はスポーツとかやったりする方が全然好きでしたからまあ言ったらあれですけど、まあ、ずっと部活だとかスポーツだとかばかりをやっていた方の人間なのであまり学勉とか本読むだとかっていうのはそんな好きじゃなかったんですけどもまあもちろんやっぱ人のために何かやりたいあとはそのやっぱ人権ですねやっぱ一人一人が尊重されるようなそういう社会を作りたいと思ったのでまあ嫌ですけど勉強を始めて弁護士になったんですけれどもまあそういう意味で言うとこんな街、まあ、やっぱり、なんでしょうね
っぱ貧富の格差、やっぱそれがまずないことが一番まず大きいのかなと思います。その資本主義を否定するとかそこまでのレベルのことを言ってるわけじゃなくて、どんな人だって命が大切であって、要はお金が健康が、お金がなければ健康が買えないとか命を落とすだとか、そんなことは決してあってはならないと思いますし、そうですね、なんか思ってたことが今飛んじゃったな。やっぱ自己責任っていう言葉がやっぱ私は大嫌いですし、どんな人にももちろん優劣つけようと思ったら優劣はついちゃいますし、でその劣に当たる方々はお前が悪いんだと、お前がちゃんと勉強できないからとか能力がないからだって言われちゃうと、まあ反論できないわけですよね、もちろん。で自分だってもっと頑張ろうと思ったらできたかもしれない、そしたらこういう劣負け組みたいなところに言われるところは、ところにはいかなかったんだって彼が思っちゃうと、それで満足しちゃって納得しちゃって、やっぱり自分が悪いんだっていう話になっちゃいますけれども、現実問題として絶対今の社会の構造からして、そういういわゆる負け組みたいなところに入ってしまう、苦しい立場に置かれてしまう人が必然的に生まれてしまうのが今の社会ですから、で政治ですから、であればむしろ勝った人だけを優遇するだとか、その勝者だけに優遇するだとか、そういう政治じゃなくて、だったら別に政治はいらないんですよ。勝った人だけが生き残れて負けた人は死んでもいいだとか、どんだけ落ちぶれてもいいんだったら、まず社会もいらない、政治もいらないですから、やっぱり政治の役割っていうのは税金を取ってる意味もそうですけれども、それをしっかり再分配していって、人間が一人一人最低限の生活ができるように保障をするということが、やっぱり私は公の国だったり自治体の役割だと思いますので、やっぱそういうところをちゃんと理解した、そういうところをちゃんと考えた杉並だったり自治体を作っていきたいなというふうに思いますね。やっぱりどういう町かっていうと、もちろんみんなが楽しく豊かに、貧しい人なんて誰もいない、買いたいものはみんな買えるし、でブラックな働き方もないしっていう働き、そういう世界がもちろん私は一番いいと思いますけれども、なかなか今そこまでに急に行くには難しいと思いますから、少なくとも今のやっぱり苦しんでる方々が本当に多い、ほとんどの方々がやっぱり生活が決して楽じゃないと思ってる社会を、変えていく、それが少しでも是正されていく、それはしかも自治体の方から、国からでももちろんそれが一番望ましいですけど、それができないんだったらやっぱ自治体からそういう社会を作っていってっていうのが私が望んでる町なのかなというふうに思います。なかなか私はやっぱり生活が皆さん余裕がないし、ないからこそ生きることに必死ですし、政治にもあまり関心が持てない状況だとか、あんまり調べられない状況、なんかそれは甘いじゃないかみたいなこと言う人がいるかもしれませんけど、私は実際やっぱりその自分の生活の大変さと、なかなか政治に関心を持てる時間がないだとかっていうのは、少なくともある程度はリンクしてると思いますし、そういう意味ではみんながもう少し自分の時間使えるっていう、そういうものが時間があれば、もっと政治に関心を向いてもらえると思いますし、あとやっぱり実感を皆さん、政治と生活のが関連しているという実感を皆さん持ったことがないと思うんですよね。民主党政権が一回政権を取って、例えばあそこでもう少し税金の使い方を変える、福祉をもっと拡充するということで、皆さんが、私たちがもっと実感できるような政治があの時行われていれば、やっぱり今まで搾取されてたんだと皆さんひょっとしたら気づいたかもしれないですけど、残念ながらそううまいこともいかなかったと。だから結局政治が変わったって、政権が交代したって、私たちの生活何も変わらないんだという、結局諦めみたいなものが今残念ながら思っ、みんなにあって、でそれを変えるためにやっぱり皆さんに実感を持ってもらうことがですね、やっぱり一回政局が変わって、政権が変わって、お金の使い方を決める人が変わって、それによって、あ、政治が変わることによって自分の使えるお金が増えるんだとか、あるいはもっと給料が上がるんだとか、実感を一回でもみんなが持てば、それこそ自分たちが動かしたんだと、動かして自分たちの生活を変えたんだっていう経験を持ちさえすれば、多分ずっと私はその人は政治に関心を持ち続けるのかなと。だからその機会をどう作るか、それは市民の選挙で、やっぱり今回の杉並区長選もそうなんですけれども、
なかなか向こうも組織があって、あの権力を持っていて、そんな簡単な選挙じゃないんですけれども、とはいえこうやって市民の風を吹かせてみんなで戦うんだと言って戦って、これで勝ったら絶対にそういう実感を持ってもらうような政治ができるはずなので、そうすれば杉並区長選のこれからの多分投票率も上がるでしょうし、ガラッとそこで天気になって変わっていくのかなというふうに思いますね。